ホーネット、ホーネット、アセスホーネッツ、CV、クバ、CVS-12 は、アメリカ海軍の航空母艦、SX-9 級航空母艦としては7番目に収益した。アメリカ海軍において、ホーネットの名を受け継いだ艦としては8隻に当たる。ザ・グレイ・ゴーストの愛称で呼ばれた。この由来については、同系艦の歴ントンに付けられた、ザ・ブルー。 ゴーストとの対比という説がある。ホーネットは、当初、キアサージという鑑名で1940年9月9日に、建造契約が行われた。1942年8月3日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1942年10月26日にホーネット、アセスホーネッツ、CV-8 が、 南太平洋海戦で沈められ、キアサージは、ホーネットと改名された。1943年8月30日に浸水し、1943年11月29日に、初代艦長マイルズ・エム・ブラウニング大佐の指揮下、収益した。ホーネットは、ノーフォークを出港後バミューダでの成長公開を行い、1944年2月14日に、マジロ干賞で、 第20空母機動部隊に加わった、ニューギニア侵攻船の航空支援を行った後、カロリン諸島の日本軍基地への大規模な航空攻撃を行い、その後マリアナ諸島攻略への準備を行う。6月11日に、フォーネットはテニアンとサイパンへの攻撃を行う。翌12日にはグアム及びロタ島への爆撃を行った。6月15、16日には、 サイパン攻略支援のため伊洋島及び、父島の日本軍基地への攻撃行った。6月18日午後、日本海軍の第一機動部隊を迎え撃つための高速空母機動部隊に加わり、フィリピン海を通り、サイパンへ向かう。マリアナ沖海戦は、翌19日に始まり、ホーネットの艦載機は、日本の空母艦載機が到来する前に、 地上基地の航空機をできる限り破壊するための攻撃を行った。日本軍は4波に分かれてアメリカ軍空母に接近したが、そのパイロットは若く経験不足であった。対するアメリカ空母艦載機のパイロットはベテランが揃い、その違いが両者の優劣を決した。日本機はほとんどが撃墜され、後にマリアナの7面取り打ち、ザ・マリアナズ・ターキー・シュートと語られた。 日本の第一機動部隊は空母費用を失い2隻の輸送船を破壊された。小沢中将の6月20日の戦闘日誌では430機の航空兵力のうち35機のみが運用可能であったとされる。ホーネットはマーシャル諸島のエニウェトク干渉を起点にグアムから小笠原諸島までの日本軍に対する攻撃を行い次にパラオフィリピン海域 沖縄及び台湾への攻撃を行った。ホーネット艦載機は10月20日のレーテ島攻略戦で直接の支援を行った。レーテ沖海戦においてホーネットはサマール沖で日本海軍への攻撃を行い、敵艦隊に渋谷海経由でボルネオへの撤退を合わせた。続く数ヶ月にわたってホーネットはフィリピン海域で敵艦及び地上基地への攻撃を行った。 12月30日に、ホーネットは、うるしい白地を出港、台湾を呼び、宝庫諸島空襲を行う。1945年1月3日には、高尾沖にて、霊テ島への軍隊輸送、揚陸を成功させ、帰路についていた日本陸軍船舶部隊の、ドック型揚陸艦、陸軍特殊船戦団を攻撃。うち一隻の、新州丸を大破。 炎上させた、後放棄され漂流中に潜水艦、アスプロの来撃を受け沈没。ウルシー白地への帰還途中、ホーネット艦載機は22日に沖縄の写真偵察を行っている。2月10日に再びウルシー白地を出港、東京に対する大規模な攻撃を行った後、2月19日と20日の両日、伊王島上陸部隊の支援攻撃を行っている。 関東地区の工業地帯及び沖縄に対する激しい攻撃は継続された。4月1日に、ホーネット艦載機は沖縄上陸への直接支援を行う。4月6日に戦艦ヤマトに対する攻撃を他の艦載機と共同で行いこれを撃している。続く2ヶ月にわたってホーネットは沖縄上陸部隊への直接支援攻撃と、 日本の生産力を奪うため工業地帯への攻撃を継続した。6月4日5日に台風の被害を受け、ホーネットは飛行艦板前方が約25フィートにわたり圧壊する損傷を負った。同警官ベニントンも同様の被害を被っている。その後ホーネットはフィリピン経由でサンフランシスコに帰還し、1945年7月7日に 到着した。オーバーホールは9月13日に完了し、福音兵輸送のマジックカーペット作戦に参加のため、マリアナ諸島とハーイに向けて出航した。ホーネットは、サンフランシスコに1946年2月9日に帰港、1947年1月15日に、退役し太平洋を予備役艦隊入りする。ホーネットは、第二次世界大戦中の先行で7つの、 従軍聖賞を受賞、主君部隊賞を与えられる9隻の空母のうちの1隻であった。また、日本近海で長期間行動し59回もの、日本軍の攻撃にさらされたもの、一度も被弾することはなかった。ホーネットは1951年3月20日に最終駅し、ニューヨーク海軍造船所へ向けてサンフランシスコを出港。 5月12日に解約され、攻撃航空母艦、クバ -12 へ、艦種変更される。ジェット機に対応するために、SCB-27A 回送工事を受け、1953年9月11日に、ホーネットは、攻撃空母として、再収益した。ホーネットは、カリーブ海で訓練を行うためノーフォークを1954年5月11日に、出航。 8ヶ月間の航海に入る。地中海とインド洋での作戦行動の後、ホーネットは南シナ海で第7艦隊に加わり1954年7月22日に発生したキャセ星パシフィック航空機撃追事件の生存者捜索を行った。7月25日、ホーネットの艦載機はフィリピンシー、アセス、フィリピンシー、クバマイナス47の艦載機とともに、 中国人民解放軍の戦闘機2機を撃墜している。緊張緩和の後、ホーネットは1954年12月12日にサンフランシスコに帰還、サンディエゴで訓練を行った後、1955年5月4日に出港支局等で再び第7艦隊に加わる。ホーネットは北、ベトナムから南ベトナムに避難する人々を支援し、 第7艦隊と共に訓練を行った。1955年12月10日にサンディエゴに寄港し、翌月ピュージェットサウンド海軍交渉に入り、艦首のハリケーンバウカ、同時発着艦を可能とするアングルドデッキ追加などを含む SCB-125 改装を受けた。近代化オーバーホールが完了すると、コーネットはカリフォルニア沿岸で作戦行動に入る。 1957年1月21日にサンディエゴを出港し、7月25日まで第7艦隊に所属し極東で活動した。1958年1月6日から7月2日まで同様の巡航を行った後、ホーネットは対戦水艦作戦支援空母 CVS-12 に艦種変更される。8月に転換回収のため再び、 ピュージェットサウンド海軍交渉に入った。1959年4月3日にロングビーチを出港、第7艦隊に合流し、日本本土から沖縄、フィリピンにかけて対潜水艦戦戦術演習を行い、10月に本国に帰還、西海岸での演習を行う。翌1960年からホーネットは第7艦隊に配属され、南ベトナム沖から、 日本本土、沖縄、フィリピンにかけて定期的な航海を行った。1966年8月25日に、ホーネットはアポロ計画の無人宇宙船回収作業を行う。宇宙船は93分間で地球の4分の3を飛行し、ウェイキシマ付近に着水した。月への有人飛行を目指したアポロ宇宙カプセルは、 大気圏再突入時の熱で焦がされた状態で、ホーネットに回収された。ホーネットは9月8日にロングビーチに帰還するが、1967年3月27日に、再び極東へ向けて出港する。約1ヶ月後に、日本に到着、5月19日に、佐世保に入港した。その後1967年の夏のほとんどを、ベトナム海域での作戦活動で過ごす。 1969年に、ホーネットは再び、アポロ計画に参加し、7月には、人類初の有人月面着陸を果たした、アポロ11号の乗組員と司令船を、12月には12号の乗組員と司令船を回収している。なお、アポロ11号の回収時には、ホーネットの格納庫看板内において、当時のニクソン大統領が、移動式の隔離室に収容された。 アームストロング船長以下計3名の乗組員と対面している。また、アポロ11号の回収母艦としての任務に就く直前の1969年4月には日本海上空で発生した北朝鮮空軍戦闘機による米軍の電子戦偵察機 EC-121 の撃墜事件に伴い原子力空母エンタープライズを中心とする第7 艦隊所属の艦艇で編成された特別任務部隊に参加している。ホーネットは1970年6月26日に退役し、1989年7月25日に除籍された。1991年12月4日にホーネットは国定歴史建造物に指定された。1998年10月17日、カリフォルニア州アラメダで、 博物館として民間に公開され、1999年にはカリフォルニア州歴史建造物に指定されている。ホーネットは国家歴史登録財に9100万2065として登録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。